今回はですね、こちら、卓球練習用ロボットマシンのロボコーチ RX ですね、この練習マシンのご紹介をさせていただきます。というわけで、このロボコーチ RX、これ普段から、僕のスタジオでも使ってるんですけれども、これ結構いろんな機能があってかなり重宝してます。はい、あとイベントでもよく使います。これはイベント、講習会、あと撮影、実は先日もね、テレビの撮影でこれ使ったんですけど、結構使えるマシンです。そんなこう多機能なこのマシンのいろいろな機能について紹介します。でマシン後ろから撮影してるんですけど、まずこう床にこのマシンはこう立ててあるんですよね。でローラーがついてるんで、このマシン自体は動かせます。はい、でボールはだいたい10ダースぐらいはありますね。で自動循環式です。はい、打ったボールがこの網の中に入ってボールがここに回収されて自動で循環していくっていうシステムですね。でここローラーがね、上下2つついてまして、で、まあ、上回転も下回転もでね、この首をこう横にすれば横回転も可能ですね。今こう斜め回転、横回転可能になってます。下回転上回転に関してはこのままで大丈夫です。これがコントローラーになります。これがものすごく便利です。でこれがまず、いやまあ右上からいくと、上回転ですね、スピード調整で、この2番目、これは下のローラーですね。下回転、バックスピンもありますね。カット打ちとかね、両ハンドドライブの練習とか、ね、バックスピンに対しての練習が可能です。でここがピッチの速さの調整、ピッチを遅くしたり速くしたり調整して練習します。でこれは送球数、ね、送球数のコントローラーで、これが便利ですね。ちゃんと回数を管理できるんで、結構マシンって回数忘れちゃうんですよね、皆さん。だ教室とかで使ってると結構回数忘れちゃって、まあ長くやったりとかねしちゃう場合もあるんで、まあ、これでしっかり回数を管理すると、そういうことができます。で、あ、ちなみにこの例えば10回とかにしてやるじゃないですか。で10回で出るとここが消えるんですね。でそうするともう一回ここ押さないとこの10っていう数字出ないんで気をつけてください。消えたままやるとまたずっとボールが出続けるんで、そこは気をつけてください。はい、でこちらが、卓球台ですね。卓球台のイメージで、これコースですね、場所、ボールをどこに出すかっていう場所になります。でこれを押して、今これ左側なんでバック側ですね。右に見せたらバック側、今押しましたけど、押すとここにボールが1箇所に来ます。でこれを例えばバック、ミドル、バック、フォアっていう風に今4箇所押したんですけど、そうするとボールがバック、ミドル、バック、フォア、バック、ミドル、バック、フォアっていう風に順番になってきます。はい、でこのコースについては結構複雑にできるんですね。例えばバック、バック、バック、ミドル、バック、ミドル、フォア、フォア、ミドル、フォア、みたいな。で、もっと細かくもできます。で、この状態でスタートすると、もうボールがさっき僕が押した順番に出てきます。はい。で、もう一回押すと、一応消えますね。リセットされて、で、また、練習したいコース、順番で押していきます。こうやってコースを設定します。で、同じ場所を2回押しても3回押しても大丈夫です。そこにまた、その、押した分だけ来ます。はい、これがすごいところですね。うん、まあ、この辺は上手に活用してください。用意したんですけど、まあ、これは卓球専門店さんに置いてあるのと同じキタログです。一応日卓からは5種類出てます。ラジボール用が2種類ね、
はい、40ミリ3種類、はい、で、まあ、細かい機能についてはこちらに書いてありますね。はい。